これが神になるという感覚か。気持ちがいいね。神が何だというの？こちらは弥勒よ。ほら、話があるのでしょ、今。うん、あのね、美咲ち。僕は言われなくても理解できるようになったよ、姫。置いていかれたのがショックなんだね。でも、やはり姫は来なくて正解だよ。こうなった僕に対して、どこか恐れがあるんだ。そんなこと、正解かどうかは自分が判断するし。恐れていても怒っていないよ。神を恐れるのは当然のことなのだから。ただこの神々しさを美しいと思えるようでなければ、チューリッチン様は受け入れてくれないと思う。一方的に言わないで、こっちの言うことも聞いてよ。僕はね、こうなって分かったことがあるんだ、乃木若葉。君、僕と同じ体になる気はないかい？何？どうして私だ？今話す相手が違うだろう。中立神様が君なら受け入れると。直接指名なんて、さすがと言うべきか。どういうことだ？なぜいきなり私だ？それだけ神のお気に召したということでしょう。英雄はやがて神となる。昔からある神の。私はそんな気はない。そうかい？じゃあどれだけ素晴らしい力かプレゼンしてあげよう。見るといいよ。私の力だけでこれだけ大群の星屑を操れる。この大群をぶつけてくる機会。すでに勝ってる相手だしね。筋トレの糧になるだけだよ。やはり僕自身が戦わないとダメか。もしかしたら僕の力に惹かれて中立神様についていこうって人も出るかもね。そしたら僕から取り出してあげよう。うん、それがいい。何も自分自身でやろうって好戦的じゃない。君たちの情熱とぶつかると最終的には戦うことになるんだ。それも理解できているからね。さすがゴッド、女子力の何たるかをよくお分かりで。ミサキチ、戦う前にこっちの言うことを聞けっつーの。なんか無視してない？無視はしていないよ、姫。ただ語る気はない。君は帰るんだ。なんで語る気がないの？いいわよ、戦いましょう。そして私たちが勝ったら話を聞いてもらうわ。ここまで来たんだから最後までみんなで笑おう。そのために戦う。確かに結局はこうなるな。偉大なる神の力を見せてあげよう。私は勝てると思ってたわ。なぜなら、美咲、あなたの中立心や信仰心は完璧ではないから。そんなことはない。僕の信仰は完璧だ。
いいえ、不完全だわ。ゴッドテンマではない、モドキよ。この気持ちが嘘なわけがない。確かにあなたは中立心を信仰している。でも本当にその理由だけで中立心と一緒に行こうとしたの？もちろんそうに決まっている。違う、あなた中立心の巫女という神聖で特別な立場に終わることが怖いのよ。日常に戻るのが怖かった。何でもない、ただの天馬岬に戻りたくなかったんでしょ。そっか、信仰心に応じた強さをもらったって言ってたから。ただまっすぐに信仰していれば手がつけられない強さだったかもしれない。でも逃げの気持ちがあったあなたには負けないわ。姫との会話を避けたのは勘の鋭い彼女に弱い心を見透かされるのが怖かったからでしょ。タイム言い過ぎだよ。もうやめてってば。それでも僕は中立神様と行くと決めた。そして中立神様は受け入れてくれた。美咲ちん、もうそれでいいじゃないか。放っておいてくれ。僕は一人で中立神様と行く。はぁー、この揺れはまさか。中立神様が神樹様から離れ始めたんだ。視界から夜が消える。僕は行く。ちょっとこっちの話は終わってないけど。姿が変わらない。力が出ない。そんな、僕は力を手に入れたのに元に戻るなんて嫌だ。中立神様、僕にもう一度力を。中立神様、神を見放されたというわけね。動いたとするものだ。この大きな揺れ、まずいよ。やってきた空間の歪みから早く戻らないと。そっか、もういつもの樹海と勝手が違うんだ。ほら美咲ちん、戻るよ。僕は戻りたくない。まあへこむよね。芽吹きおっかなかったし、いろいろ言ってやる気もうせたよ。でも今はそんな場合じゃないって。ほら、とにかく姫ちゃんについてくればいいの。私、肩を貸すよ。美咲さんの気持ち、少しわかるし。吐きたくなるほど辛いわよ。でも、それでも歯を食いしばって行かなくちゃ。ほら、ちゃっちゃと歩く。時間がないのよ。本当に厳しいな、美咲は。あなたなら、立ち直れるわ。私がそうだったんだから。姫ちゃんが隣でフォローするし。美咲ち、思ったより脆かったから。こりゃ普段世話になってる恩返しができそうだね。さあ引き上げよ。勇者たちよ、私に続け。無事に帰って来られたわね。よかったよかった。お話し合いはできたようですね。というか、ただ僕が恥をさらしただけだ。みんな迷惑かけてごめんね。さあじっくり話しましょうか。美咲、まだまだ言いたいことはあるわ。ちょっと待ちなさい芽吹。あんたそれは情熱的すぎるわ。でも美咲は自分に似てるから放っておけないでしょ。わかるって。でも熱入れすぎよ。あとは姫ちゃんの役割だよ。こっから先は任せておいて。それがいいよ。メブにきつく叱られると癖になってメブ抜きじゃ生きていけなくなるしさ。わかったわ、任せた。確かに任されたっす。さあ、美咲ち、
中立神様がいなくなったんで、そろそろお別れみたいっす。ああ、やっぱりそうなんだ。急になっちゃったね。でも最後にこうやってお別れできたから万事オッケー。こっから姫ちゃんたちはどういう風に現世に帰るかわからないけど、美咲ちのことは姫ちゃんが引き受けたから。お別れの時ぐらいしっかりしないとね。みんな本当にごめん。ありがとう芽吹。僕は頑張ってみるよ。ええ、こうやって力を振り絞れているもの。あなたは大丈夫。さようなら。さようなら。さようなら。中立心の力がなくなれば神樹様の力も一気に弱まってしまう。私たちはこの世界の記憶が消えて元の神樹様の世界に戻るようです。お別れする手前だったもんね。そこに戻るわけか。私たちはそこに行かずに直で現実の世界に戻るのかな。そのようですね。私たちの召喚には中立神の力も混じっていたので。普段からみんなとたくさん遊んでおいてよかったよ。寂しいけど悔いはない。やっと帰れるというのに。いざとなれば寂しいと。そうだな、もう少しいてもよかったかも。ゆずきくんには私がいる。まあそうだな。中立心は人騒がせだったけど感謝してるよ。会いたいやつに会えたから。はい、とても感謝しています。氷様に会えましたから。元気でね花本さん。またあっちで会おうな増鈴。それまでお元気で増鈴さん。わあ、なんか真っ白に。ついに中立心と完全にお別れってとこやな。中立心、私たちは人間として私たちの意志を貫く。神の力がなくてもきらめいてみせる。よければ見守っていてくれ。